本埼玉で川越ソフトクリームの耳を買うおっさん、最初はでっかい話してたけど、ちょっと食べてみます。握っていい、もう一個大きいのにすればよかった、ミニじゃなくて。握っていいけど恥ずかしい、なんか中に握っていいな、これすごいサイズのね、この小バトンか、小バトンはその商品がほら売ってるんで、後ろから見ればわかるけど、小バトン、これ